降、統計史上3番目の長寿台風となり、各地に大雨をもたらした台風5号は温帯低気圧になりましたが、東北などでは引き続き大雨となるところがあります。東北の太平洋側で雷を伴う強い雨が降る恐れがあり、地盤が緩んでいる地域は土砂災害などに警戒が必要です。ここからはご覧のスポンサーの提供でお願いします。世界遺産として知られる中国